ダーさん尊いありがとうございます。うん、別にいいかと思って切っちゃいました。ニコラスさんかわいいありがとうございます。ニコキャットさんハートありがとうございます。爪はこれもやっちゃいましたチェンさんかわいいありがとうございます。ニコキャットさんもかわいいありがとうございます。まあ公演とかの時はねこんなしませんけどいいかなと思ってやっちゃいました。そう公演はね多分ダメなんで見ていただくと分かるんですけど、こういう時はもうこういうのないです。いつだって実にショルマネコ、はいなんですけど、まあそういうことですね。ニコラスさんハートありがとうございます。まあでもね別に普通に生きてる時の私の爪なんて誰も気にしてないですからいいんですよ。そう研究生の時はダメだったんですよね、こういうのでもダメなんですよ。だから本当に遊びに行く日だけ塗ってショールームとかするまでに落とすみたいな感じでごまかして生きてきたんですけど、もういいかなと思ってショールームねまあ誰も乗せないでしょ。私は常日頃から乗せないでねって言ってるからきっとねこれ優しい皆さんは乗せないと思うのでいいんじゃないですかね。知らないですけど、そうなんです HKTV 出させてもらったんですけど、告知のやつをしようと思ったんですけどちょっとタイミングね、私がそれを OK ってしたのがもうちょっと日付が変わっちゃってて載せられなかったんですけど、なんと初登場でした。はーい、そうリニューアルしたみたいで HKTV が今年度から新年度で、なのでいいタイミングで初登場できて嬉しかったです。そうで今回はスタジオだけの登場というか出演だったんですけど、来週はですねなんとねねさんと2人で北九州市にロケに行かせてもらいまして、その様子が放送される予定ですのでぜひ皆さんチェックしてください。で言いたいんですけどちょっと恥ずかしいから見ないでほしいなって気持ちもあります。何が恥ずかしいのかっていうのは多分見たらわかるんですけど、ちょっと恥ずかしいのでやだなとも思ってます。他にOL 生写真、本物のOLさんみたいでいいな。え、自分でも正直思いました。私って、あれ働いてたっけと思って。私は本当に自分でもめっちゃやばい。私って本当こういうの似合うなと思ったし、先輩とかメイクさんとかからも、いや、おるねって言われたくらい、あれはちょっと確かに私も、いや、ちょっと似合いすぎだなって思いました。そう、パンツスタイルとスカートって2パターンあったんですけど、まあ、でも皆さんが好きなのはスカートだと思うんですけどごめんなさいということで、はい、パンツスタイルで行かせてもらいました。絶対私はねパンツスタイルの方が似合うので。猫キャットさんライフハートありがとうございます。そうめっちゃ怖い上司って言われましたそうめちゃくちゃ怖い上司みたいな顔って言われました。177さん100回目ありがとうございます。大阪のターサンさんかわいいありがとうございます。スカート以外認めないだってじゃあ認めなくて大丈夫です。バイバイ。スカートが欲しかった。なんかスカートなんか髪切って合わせればいいんじゃないですか知らないですけど別に全然欲しくないんだったら買わなくていいと思いますけどね。私は欲しい人はぜひ買ってください。欲しくない人は全然買わなくて大丈夫です。さよならということでね、まあ、そんなことをね言われたら私たちはどうしたらいいのという感じでございますし、はい、あなたのためだけではないのでそういうことです。バイバイ。大阪のターサンさんハートありがとうございます。そうめちゃくちゃ怖い
上司にいそうって言われたんですけど、そんなことないんだけどね、あんま怖くないんですけどって言われました。でも自分でも、まあ、いるなって思いましたね。そう、でも結構なんか他の方見るとやっぱ後ろがピンクなのかな、今回はだったので、すごい新入社員みたいな顔のメンバーの方が多くて、なんか私だけすごいなんかキメキメ派で寄ってしまえばちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、普通に考えて私まだ19歳なんで、だいたいね会社って22歳くらいで入る人が多いじゃないですか。もちろんそれ以外の年齢の人もいるんですけど、そうだから私そう考えたらまだ会社員にしては若い年齢なんだなと思いましたね。私が好きだったのは誰かな、まあ、皆さん可愛かったんですけど、なんだろう、すごくねみんな可愛くて、誰かな、いより、本当にいより可愛くて、最近あのいよりの熊本紹介みたいなやつ見ました、インスタでやってるんですけど、あれが本当に可愛すぎて私びっくり、全私びっくりです。あけみさん可愛い、ありがとうございます。そう、本当に可愛すぎて私はもうどうしたらいいか分かんなくなりました。よりちゃん可愛すぎです、こら本当に。よりちゃんマジ可愛いですよ。私ひなのドザイフのやつも超可愛くて、なんかもう私幸せもんやなって思いました。何がって感じですけど、あのインスタを開いただけであんなに可愛い子たちがいっぱい見れるなんて、なんて素敵な時代に生まれたんだろうと思って、もう私はもう幸せ、ハピネスって感じでした。赤には職場にいたら集中できんくなる。ああ、じゃあ今のね、あのうちの会社にはあなたは絶対に就職しない方がいいと思います。 HKT には来ない方がいいと思います私 HKT にいますからね。やっぱり HKT はちょっとあんまおすすめできないかもしれないで、そういう方にはちょっと向いてないかなっていう会社ですかね。やっぱりすごく素敵なんですけど、やっぱちょっと集中できなくなるとまずいかなと思いますですね。今日はね行っちゃいましたね、遊びに行っちゃいました。でもリーコのあのインスタの写真撮ったのもほぼ全部私なんですよ、自慢。リーコが載せたと思うんですけど、昨日の生配信ショールームの配信の写真撮ったのほぼ私です、失礼してます。あ、そう、リーコのねやつにも出させてもらいました、ゲスト。私が勝手に言ってるんですけど、スペシャルシークレットプレミアムゲストとして出演させてもらいました。楽しかったですね、後ろから見てるだけでもおもろかったです。大阪のターさんさん、だるま、ありがとうございます。そう、配信中の写真とかもこっそり撮りました。もうカメラの死角からこうやって腕を伸ばして写真を撮りましたよ、リーコのことそう、頑張って撮ったんですけど採用されてよかったです。私が結構気に入ってるのは、あのひじりがあの AD さんみたいに、あ、今 AD さんって言わないんですよね、なんて言うんでしたっけ、若い、あ、なんて言うんでしたっけ、ヤングディレクターかなさんみたいな感じにしてる写真があって、そのなんていうんですかね、こうサポートしている写真があるんですけど、あれがもうすごくね楽しくて面白くて、あの自分的にはお気に入りの写真だなっていう感じです。 YD さんっていうのかな今だから。孔明さん、ハートありがとうございます。そうなんですよ、とかね、あとはねカラオケもね一曲やらせてもらって懐かしいですね。ビバディエイエイチャ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 、初めて知りました、リーコ気になる転校生好きだったのリーコねソロパートがあるんですよ、気になる転校生。ソロパートがあるのが2人かな、リーコとハルちゃん、初日で言うとハルちゃん、ひなとかねの2人があるんですけど、ソロパートそう、ニコラスさん可愛い、ありがとうございます。伊藤ゴマさん、バラ、ありがとうございます。そうだからね、
おもろかったですね。私は大体慣れてたかな、ひじりとかかな。大体はもうあれもでも最初はひじりのポジションだったと思うんですけど、いかんせんノープラってポジションの移動がすごく多くて、その最初はね決まってて、最初の本当のポジションと2ポジ目まではになるんですけど、人によってはもっとたくさん覚えていたりとかして、いつも出る人が違ったんですけど、多分ひじりだったのかなと一緒にねやってました。白熊さんハートありがとうございます。そうだからペアがいつも違ったりとかして、皆さん的にはファンの人的にはお今日はこの子とこの子かとかなっていたと思うんですけど、この間リミカと話したんですけど、私とリミカは一歩でしか覚えてませんでした恥ずかしくないんかと言いたい。うちらのぞみさんハートありがとうございます。同期が頑張っている中、まあ別にね、たまたまね、たまたまそうだったっていう感じなんですけど、まあそんなでしたね。ノープラ懐かしいですよね。やっぱり定期的に思い出しますね、ノープラのこと。1ヶ月に2回くらい、あもうちょっと少ない、2ヶ月に1回くらいかもしれない、ノープラのことを思い出すと。でもそれくらいの頻度で思い出したりしますね。どうなんでしょうかね、皆さん思い出すことあります？ノープラ誰かが卒業するときくらいやろ、どうせ。うん、みんなはそんなもんなんだろう。うちらもうちょっと思い出すよ。私は時々あの自分の音楽アプリを全部シャッフルするんですよね。そうするとノープラ流れてくることあるので思い出します。高秀さんハートありがとうございます。大阪のターさんさんお疲れありがとうございます。ノープラね。ラームさんかわいいありがとうございます。全部で何回くらいやったんだろう、50回くらいかな、それくらいやった気がしますね。ノーパラいっぱいやったよ、めっちゃ懐かしいですね。頑張ってきたうちらのうちらの頑張ってきた証です。ニコラさんハートありがとうございます。伊藤駒さんもハートありがとうございます。みんなでね手と手取り合って頑張ってきましたけど、いろいろありましたね。大阪のダーさんさんもハートありがとうございます。そうみんながねたくさんね見に来てくれて、だってハロウィン公演もしたし、夏祭り公演もしたし、クリスマス公演もしました。行事ごとの公演をノーパラいっぱいさせてもらって、市長公演にも行かせてもらったし、だからねなんか楽しい思い出いっぱいですね。猫キャットさんバラありがとうございます。そうですねっていう感じで、ね、そう考えたらねなんかいっぱい公演ってしてるんやなって思うわ。西スポの活動報告読んで、あそうなんです、それもね今月あのやらせてもらってます。初めてですね。はい、やらせてもらいました。ぜひ皆さん読んでください。いろいろなことをお話しさせてもらいましたので、ぜひ見に行ってみてください。あ282日でございます。はい、大阪のターソンさんブラボーありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。佐藤久夫さんも拍手ありがとうございます。イエーイ282日です。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。伊藤駒さんペンライトありがとうございます。チェンさん尊いありがとうございます。イエーイ。はい、
猫キャットさん、ライフハートありがとうございます。今日はですかね、古川さんが棋聖の取材で聞けないかもしれないけど聞きたいこと山ほどありそう。どういうこと？棋聖の取材？どういうこと？どういうこと？何ですか？レオ熊本さん、あー花束ありがとうございます。ゆかりんさん、かわいいたくさんありがとうございます。これ言ったっけ、猫キャットさん、ライフハートありがとうございます。大分イベントって若菜ちゃん、若菜ちゃんは下手とか見てどっちが多い、どっちが多いかな。うん、半々くらいな気がする。あれどっちだっけ。MC は上手だった気がする。ちょっとごめんなさい、今どっちだっけって考えたら難しくなったけど、でもそうですね、まあ割といろんな方向に行っている気がします。え、どっちだろう、どっちが多いのかな、どっちだろうって感じ。うーん、高秀さん、ぬるまありがとうございます。でも5人しかいないんで多分どこ座っても見えると思います、多分かな。楽しみですね、明日、明後日か、明後日かな、楽しみです。そう、イベント配信ないんですよね確かってリナが言っていた気がします。自信ないんですけど多分リナがそう言っていた気がします。ニコラさん、かわいいありがとうございます。カンタさんが100回目ありがとうございます、イエーイ。なのでとっても楽しみなんですけど、ぜひ来れる方をね、現地でお買い物をしたら見れるそうなんですけど、まあ、お買い物のね、いくらだっけ、2000円かななんかなんですけども、そんなんね、別にお鍋買えば OK ですからそう、なのでなそんなお鍋買えば OK なんで、まあ皆さん新生活ですしお鍋買ってきてくださいそう、適当に言いました、今お鍋は何でもいいと思うんですけど、別にねその日の晩ご飯買えば OK だと思うので、お昼ご飯と晩ご飯買ってぜひ見に来てください。写真とかメールでもいいんでほしいっす。いやさすがに送るっしょ、さすがに撮るっしょ、撮りますよ何がいいかな、まあなんか別にね、そんなそのライブ見るためだけにためのお金じゃなくて何か買ってで OK らしいので、すごくお得だと思うので、皆さん実質ただですから、ぜひ皆さん見に来てください。そうで、ずっとこの話するとみんなが言うコアルのマーチ焼きっていうのもあるらしいので、まあ、皆さんそれを2000円分でも買ったらいいんじゃないでしょうか。私はちょっと分かんないんですけどもね、ぜひ皆さん来てくださいね。そう、あとはなんかいろいろ他にもあるような気がしたので、楽しみにということで、明日明後日来てくれる人はどれくらいいるのでしょうか。それは明日聞いた方がいいのかしら、わからないですけど、大分とやからまた関東来て行きたいです。でもでもね、大分のね、あのりなちゃんのおかげで呼んでもらったんで、そう、りなちゃんのラジオがぜひ関東でも放送されますようにと祈りましょう。そしてりなちゃんにコネクションを作ってきてもらって呼んでもらいましょう全部りな任せでいきましょう。大阪のターさんさん、かわいいたくさんありがとうございます。確かに平日なのか、あ確かに、そしたら難しいかもしれないですね。なのでちょっと余裕のある方ぜひぜひお待ちしておりますと。ラームさん、ハートありがとうございます。こちらはね、この間実はリハーサルもしまして、とっても楽しみにしておりますので、頑張りたいと思います。5人とかね、少ないじゃないですか。だからね、あのダンスの先生に1人20人ずつファンをつけて帰ってきなさいと言われたので、ちょっと目指して頑張りたいと思います
難しい、1人20人もさ、そもそも100人来てくれるかしら、大丈夫かしらっていう感じなんですけど、頑張ります。気持ちは20人連れてきたいと思いますそうなのでね、ぜひ皆さん大分でお会いしましょう。私初大分かもしんない、もしかしたら。それで言うと、それで言うと初大分説全然ありますね。そう、頑張ります。なんでね、私をね選んでくれたのか分かんなくてなんでなんだろうって思ってるんですけど、分かんないんですけど頑張ります。何を求められているのか、私別にね話が面白いわけでもないですし、ラジオやったことないし、なんでだろう、大分は全然関係ないし、話分かんないんですけど頑張ります。なんでなんだろうってリナに言ったら、バランスじゃないって言われました。多分そうですなんとなくなのか、5期生で固めてくださったんですよね、マネージャーさんが。多分てかマネージャーさんが決めてくれたのかも分かんないんですけど。佐藤久夫さん、かわいい、ありがとうございます。チェンさん、ファイト、ありがとうございます。ニコラスさんも、ファイト、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、よく分かんないですけど頑張りたいと思いますツッコミ役なんでやねんじゃあいっぱい言っときたいと思いますでもアイリーが多分ツッコんでくれるよね何、私たちコントしに行くんかいな、どうなんやろ、分からんけど頑張りたいと思います。はい、とかとかとか、そんな感じですかね。今日は私は自分でご飯を作りました。時々自分でご飯作るようにしてるんですけど、今年は。今日もですね、いそいそと夜ご飯を作ることに成功しました。フランさん、ハート、ありがとうございます。そうよ、他にあの声ラジオ向き。嘘、本当ですか。眠くなるって言われるからダメな気がする。他にあんが押されてる、何ですかそれは、何やそれ。料理の出来はいかがでした。え、失敗したって話を皆さん求めているんですかね。別に普通に美味しかったです別に普通って感じ。それはだって普通に調べて作ったらね、そうなりそうな気がしますけど、普通でしたね。あんま面白い話でもなくて申し訳ないんですけど、別に普通って感じでした。今日はポトフとハンバーグ作りました。え、ハンバーグ私作ったことないですね。ポトフは作れるけど、ハンバーグすごい。だってこの押しなきゃダメですよね、ハンバーグって。難しそう、すごい、ハンバーグすごい。全然ですね、そういうの難しいのはできないです。簡単なものしかできない。あとは私やっぱ和食が好きなので、和食作りがちですかね。はい、でも一番作りたいのはめっちゃ洋食なんですけど、なんか難しそうだなと思って今日も作りきってないです。大阪のターソンさん、手紙ありがとうございます。あ、そうそうそう、なんだっけ、ツーショット写真会かな、オンラインお話し会もかな。ちょっとごめんなさい、私なんかどうやって見るのか分かんなくて、何が対象か分かんないんですけど、なんかの、アルバムの特典会っていうんですかね、の受付が始まりました。あ、写メ会だけだそうです。始まりました。あ、高秀さん、タンポポありがとうございます。はい、始まりました受付が。そう、今回でもう本当にラストらしいので、ぜひぜひぜひ会いに来てお写真を撮りましょう。あの時間完売してました。あら、皆さんありがとうございます。そうなんですね、ありがとうございます。本当に頑張って面白い身のある時間にするように頑張ります。6月25日26日関東の写メ会らしいです。ぜひ皆さん関東のね方、そう
大分じゃなくて関東なら行けるよっていう方、ぜひぜひお会いしましょう。そう、結構前回の写メ会は衣装の方が人気だったんですよね。やっぱレアじゃないですか。別にね、私の私服なんていつでも見れるけどみたいな感じだったんですけど、今回は制服で、制服ちょっと恥ずかしくて私はなんですけど、まあ多分今回も制服の方が皆さんは見たいと思ってくださるのかな。でもこの間リノが配信で言ってたけど、私服と制服を頑張ってきたのにみんなにアンケートを取ったら私服の方が人気だったっていうエピソードが私はめっちゃ面白くて、どっちなんだろうと思って今から楽しみにしているんですけど、皆さんどっちが好きだったのか、後で今のあの全部終わったら聞こうと思ってるんですけど、ぜひ皆さんね、両方ともどっちか好きだけどどっちか嫌いだからどっちかだけにするとかじゃなくて、あの空いてたらぜひぜひやりたいなって思ってくださったら、たくさん取りに来てくださると嬉しいです。制服はちょっと何服かは私は知りません。大阪のターソンさん、花冠ありがとうございます。ラームさん似合う、ありがとうございます。レオ熊本さん尊い、ありがとうございます。はい、なのでね、まあ4月だったけど次は6月ということで、結構ちゃんと夏って感じの季節になりましたが、さてどんな服を着るのかさっぱりわかりませんけど、まだ決めてないので、ぜひぜひ気になってくださっている方はゲットしてください。よろしくお願いします。イエーイそうですね、私はこの間写真会が初めてだったわけですけれども、そのなんか全身みたいなやつは、そう結構なんか、あ、もっとこうしたらよかったのかっていうのを終わった後ツイッター見て、他のメンバーさんとかの写真見て思ったので、それを改善して頑張りたいと思います。あとポーズも私はもう2パターンしか出せないので、3パターン目は頑張って考えていきたいと思いますはい、3パターン目を頑張って決めようという意気込みをしたところで、はい、ぜひ皆さんね、お待ちしております。はい、どうですかね皆さんは。そう、私はね普通の服を選びますけど、絶対普通の私服の中から頑張って考えて、うんうん言いながら頑張って考えたいと思います。はい、なのでぜひ皆さん会いに来てください。そうでもね、なんかそういうの告知ツイッターでいっぱいするとフォロワーさんが減るんですよそう、なんかいっぱい言うとね、みんなね多分私の告知を聞きたくてツイッターをフォローしてくれてるわけじゃないから減るんすよねなのでショールームで言います。わら対抗策。ニコラスさんハートありがとうございます。トッキンさん100回目ありがとうございます。そうなの、やっぱりね、で多分ツイッターを見て、私のツイッターを見て、うわこれは別にこんなこと言うんだったら見なくていいやーって思った人が外しちゃうので、そうではなく普通に、あ、多分ショールームとか来てくださる方の方が、私のやつに来てくださる方多いと思うので告知させてくださいね。はい、まあ嫌だったら来なくていいですし、ショールームも見なくてもいいです、悲しいけど。ピエンピエンピエン、この間友達と一緒に歩いてる時に私がピエンって言ったんですよ。そしたら、え、ピエンとか言うのって言われて私ピエンって言わないと思われてたんです大阪のターソンさん、バラありがとうございます。ギクだって、あ、私のことあんま好きじゃないんだすごい、もうショールーム見なくていいかなと思ってたとこなんですよね。ちょうどちょっとよくわかんないですけど、言わなきゃバレないのにね、バレたいってことかしら、ちょっとわかんないですね。そうピエンって言わない風に思われてたらしくて、私ってへーと思ってピエンとか言うんですよね私。そんなことないよ、何がそんなことなのかも全然わかんない、何の話をして、うん、なんだ、まあいいか別に。そうそう、だからなんか私は結構言うんですよね、ピエーンとかピエーン超えてパオーンとか私は言います
それ、本当に悲しい時には言わないですよ。本当に悲しい時はさ、はあ悲しいなって思うだけなんですけど、こういう時別に悲しく思ってないけど悲しいふりしとこうみたいな時あるじゃないですか。そういう時はピエーンとかやっぱ言いますよね。だってさ、私悲しいとか言ったらさ、なんかちょっと多いのよね。冗談でさ、めっちゃうざーいとか言うとさ、本当にうざいって思ってるっていう風に取る人がやっぱいるわけ。やっぱ言葉ってね、そういう風に書いてあったらそういう風に取っちゃう人いるから、私はわざと全然思ってないですよってことをアピールするためにピエーンとか言うんですよ。そう、ちゃんとね対策しています、常に。そうね、本当は悲しんでないのにさ、悲しんでたとか言われたらちょっと恥ずいじゃないですか。それはそれで、だからそう、悲しくないですよってことをアピールしてます、なんですよね。だからピエーンとか私は言いますよって。あとなんか言うかな、でも最近の言葉知らないので、あのいないので、 JK の友達、いや JK の友達はいるんですけど、彼女たちもね別に JK 言葉を使ってるタイプではないので、むしろガビンが古い。いや私ガビンとか言っちゃう。だってリノも言うよ、リノとか私とかガビンって言います。そう、でもやっぱ流行って回っていくからね、回してこうぜってことですよ。まあ、本当に悲しい時マジガビンっていう人はいないと思いますけどね。わかりやすいじゃん、おもろいじゃん、その方が冗談にちゃんと聞こえるから。はずい、あーはずいそんな面白いかなそんなに面白いかしら。マクドユニバ、同じテンションじゃない。ありがとう、かわいい、ありがとうございます。言いますね、みんな言いますよね。だからまあ何の話したっけ今え、全然記憶ないけど、何の話あったかな、忘れちゃいましたけど、はい私本当に話してること忘れちゃう。偉いですね、今頑張って頑張ってたくさんお話ししている証拠です。本当にマジ私配信してない時は超静かなんで、うん、メンバーと一緒にいる時は喋りますけど、それでも最近は結構口数減ったと思います。自信ないですけど、でも本当メンバーと一緒にいなかったら喋んないので、人と。配信は頑張っている方だと思います、私的。そう、本当にね、私以外が喋ってくれたらいいんですけどね、それダメなんで。はい、まあそんな感じですかね。続けてくれて嬉しいです。何を、この話？ん？はてな。あ、あのね。あ。うん。うん。なんか乾燥してる。なんか乾燥してました。なんかうん。大きな声出すとね喉が疲れるので、ちっちゃい声で喋るんですけど、ちっちゃい声で喋り続けるとなんか逆に疲れるんですよね、それはそれでっていうのです。ベレー帽担当になって、そうなんだよね、なんかベレー帽、あの衣装はね、あの衣装の時だけなんですけど、いつも同じ衣装をお借りするのでベレー帽よくつけてますね。あの衣装の時はベレー帽って感じですね。でもベレー帽で頭かゆくなるんですよね。なんか帽子ってさ、頭かけなくなるじゃないですか。頭かけなくなるって分かった瞬間になんか頭かゆい気するんですよね。そうだからね、なんかすごい長丁場の時はすごい嫌なんですけど、
あの日もね長くてベレー帽をかぶってる時間長くてはぁって思いました。ちょっとねちょっと気になるなってずっと思ってました。ベレー帽を取った瞬間にわぁってなりましたね。私もあの衣装大好き。最初の壁さんの衣装ですね。誰の衣装、誰のでしょう。全員分見てみたらわかるかもしれません。組み合わせ多分同じやつないんじゃないかな。もともとベレー帽の方少ないので探せばわかりそうだと思います。ぜひ当ててみてください。誰からお借りしたのでしょうか。最近ああいうのないですよね。でも今の壁さんのやつは全員分のやつか。制服っぽいのはあんまないですね。衣装でドラムミーはでもちょっと制服っぽいかな。かわいいよね。白熊さんペンライトありがとうございます。あれかわいいんですよね。しかもねあの中ちゃんとねシャツがね着られてるんですよ。暑くないように。ありがたい。まあ、それで言うとね大分の時はどんな服を着るのか皆さん楽しみにしててくださいね。そういうところも含めてじゃんぜひぜひお楽しみに。ワクワクですね。でもやっぱみんなと一緒にご帰省とねご帰省と一緒にそういうの出れるのが嬉しいですね。たくさんお話ししとこうと思います。だってさご帰省だけってあんまりなくないですか。珍しいと思う。で多分若いっていうかフレッシュっていう風にくくってくださってたとしたらまあ6期生が入ってきたら多分6期生と一緒にってことも増えると思うので結構リアルに本当に今回が最後なんじゃないかと思うくらいにはご帰省だけっていうイベントはもうないんじゃないか。あるのかな、どうなんだろう。あんまないと思うので楽しんでおきたいと思います。あおいちゃんさんだるまハートありがとうございます。ねえ珍しいと思いますよ。レアです。新鮮だよね。あんまない何期だけっていうくくり自体があんまない気がします。多分ニシプーさんかわいいありがとうございます。そうなのでぜひ皆さん楽しみに。なんか私はもうすでに遠足気分です。正直遠足に行くみたいな気持ちです。お菓子は300円までですしね、やっぱりお菓子買っていきたいなとは思っちゃいますねもう本当に遠出することって日常生活でないからお仕事でねいろんなところ行かせてもらえるのもすごく嬉しくてそういう時私はすごいワクワクしちゃうタイプです。まあ移動とかはまああれですよ、ぶっちゃけまあ移動はない方がいいに決まっている。だってあれじゃないですか、疲れるじゃないですか移動って。やっぱりでもねそれを楽しめるくらいねわーってなりたいわけなんですね。なので私は結構遠く行くの好きです。大阪のターさんさんペンライトありがとうございます。ワクワクさんです。うんうんうん、行ったことないってところも楽しみな理由かもしれません。大分行ったことないと思う。私大分公園じゃなかったと思うんですよね前回のツアー。多分違かった気がするから、うん、わかんないですけど適当わかんないんですけど多分違ったと思いますので多分
初です。あ、でも本当なら温泉に入って帰りたかったな、やっぱり。あとリナのやっぱ実家に行かしてもらって、お家に行かしてもらって、栗山さん初めまして、いつもお世話になっておりますってやりたいですね。で温泉に入って椎茸とかぼすを食べて帰りたいところではありますね。私は大分の特産品はね、椎茸とかぼすだと私は知っています。なぜならリナがそう言っているから。え、でもさ、椎茸にかぼすかければよくない？温泉に入りながらかぼすかけた椎茸食べればよくね。でも椎茸にかぼすってかけないかな。松茸とかにはかけるよね、かぼすって。椎茸はなんかバターとチーズみたいなやつありますよね。ああいうのしかあんま知らないかも。ビーバップ男女さん、かわいい、ありがとうございます。でも旅館とかに出てきそうだよね、全部特産品フルコース、素敵だと思います。でも47都道府県覚えた時に大分のこと大好きでした私。だってめっちゃ漢字簡単なんだもん。大分ってめちゃくちゃ漢字簡単で、もう本当に大好きでした。サンキューと思ってた、ずっと。その印象ですね。難しいとこありますよね。それこそ、まあ、熊本とかも当時小学生だった私はやや難しいと思っていたんですけど、大分なんて簡単中の簡単。服もね、このにあの辺とか難しくて嫌なんですけど、難しいところはあんま好きじゃなかったんですけど、それで言ったら大分のことは私はずっと大好きでしたね。最高だと思って。で九州は結構字が細かかったりするので、福岡も佐賀は簡単、佐賀も簡単か、まあ、そういう風にね、簡単な県のことを好きになりがちだと思います、皆さん。あとやっぱそう、鳥取と島根、これはもうとっても難しいですね。すごく難しいです。だって名前も似てるし場所も近いし、難しいなって思ってた記憶。でもすごい覚えやすい覚え方があったんですけど忘れちゃいました。なんかあったんだよな、忘れちゃったけど、はい、そんなんですね。っていう思い出、大分の思い出はそれだけ。あんまね、うん。あとはないかも。温泉に行ってみたいくらい。なので大分のいいところをたくさん知って帰ってきたいと思います。はい、というわけでですね、そろそろ終わりにしようと思います。ランキングを読みます。13位、ラムさん、ありがとうございます。12位ダーさん、ありがとうございます。11位のぞみさん、ありがとうございます。10位フランさん、ありがとうございます。9位佐藤久夫さん、ありがとうございます。変わったね、なんか今。13位ダーさん、ありがとうございます。12位のぞみさん、ありがとうございます。11位フランさん、ありがとうございます。10位にしぷーさん、ありがとうございます。9位佐藤久夫さん、ありがとうございます。8位伊藤駒さん、ありがとうございます。7位チェンさん、ありがとうございます。6位としさん、ありがとうございます。5位白熊さん、ありがとうございます。4位ゆかりんさん、ありがとうございます。3位ニコラスさん、ありがとうございます。2位猫キャットさん、ありがとうございます。1位大阪のターさんさん、ありがとうございます。イエーイ、皆さんありがとうございました。パチ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 。はい、というわけでですね、本日の配信は以上となります。はい、皆さん明日もぜひ見に来てください。それ
それでは皆さん、おやすみなさーい。